あの仏は、伊勢国あの王群に位置し、日本の古代から中世にかけて栄えた港湾。漢字は、安の津、あの津とも表記され、らつとも言う。古代以来、日本の主要港である、三戸七港の一つとして栄えた。また、中国の歴史書には、博多津、の津と並んで、日本三戸に数えられている。あの仏は、京に近く、平安時代から京の重要な外交。 東国への玄関口として重要な位置を占めた。津とは港を要した町、港町のこと。また、伊勢神宮による御リアも営まれた。囲碁主要港として繁栄を続けたが、明王7年8月25日に発生した、明王の大地震、津波で壊滅的な被害を受けて廃れたとされる。当地を通りかかった、レンガ市の総長は四、五0の廃墟や、 同等の跡を残すのみの荒野となり、犬の姿や鳥の鳴き声すら稀であると手記に記録している。港が破壊されてしまったがゆえに、当時の正確な港の位置は分かっておらず、三重崎東大を季節とアコギズ仮説が提出されている。なお、1996年に三重県立津実業高等学校で行われた発掘調査では、壺や茶碗、 河原などの遺品や遺構が発見され、港の存在が証明された。戦国時代、付近に津城が築かれ城下町として発展し、江戸時代には同地にあの津藩が置かれた。第一次府県統合の際には、三重県の前身となるあの津県が置かれた。ありがとうございます。